先端のあたりに軽く手を、ね、こう触れます。で、まあ、10秒とか、まあ、20秒ぐらいですかね。こんにちは、ホットハンド養成塾の篠崎です。よろしくお願いします。最近ですね、台風来たりとかで気圧の関係でですね、体調不良になる方が増えていると思います。まあ、自律神経がね、乱れがちになりますので、この時期にその、まあ、お客さん、患者さんに対して普段のやってる施術のね、他に、まあ、ちょっとそういう気圧の変化とかで体調不良になった方とか、そういう状態の時に、まあ、簡単にですね、自律神経の調整ができる、そういうテクニックを教えたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まずは検査を行っていきます。まずはですね、左右の脈ですね、これを確認します。で、脈の、まあ、速さとか強さとか、こういうのを左右確認します。で、今確認すると、左側の方が若干脈が強かったりとかね、そういう状態になってます。まあ、熱感が違ってたりとか、脈の速度とかね、強さが違ってたりとか、こういうのを確認していきます。で、次にこめかみのところですね、こめかみのところ、長径骨ですね、長径骨があるので、ここをちょっと触れて、ここもですね、拍動ですね、拍動とかの左右差とかがないかとか、ないとかあるとか、こういうのを確認します。あとは熱感で、今ここもですね、確認すると、まあ、左の方が熱があるようなね、感じで、まあ、拍動両方ともちょっと若干弱すぎるぐらいの感じです。で、側頭骨、まあ、側頭骨この部分ですね、側頭骨に軽く手を触れて、ここもですね、熱感とか、拍動とか、そういう感じを、左右差がないかとかを確認します。まあ、左右差がね、あったりとか、まあ、ある部分がね、特に拍動が強くてとか弱すぎてとか、そういうのがあまり良くない状態なので、そういうのを確認しておきます。で、ここもですね、左右差結構今ある状態です。側頭骨の場合だと、今ですね、右の方が熱感とかが強いんですね。で、拍動も左右差があります。で、こういうのを確認したら、乳突起ですね、乳突起の先端のあたり、先端のあたりに軽く手をね、こう触れます。触れて、ここもですね、脈の感じとか拍動の感じとか、硬さの感じとかを確認します。まあ、両方とも軽く触れるだけです。で、ここもまあ左右差があります。まあ、左のが拍動が、ここは分かりやすいですね、左が強くて、硬い感じですね。で、そういうのをまず確認をします。で、確認終わったら調整に入ります。で、調整はとても簡単です。触れているだけっていう感じです。今回は教えるのは、触れてるだけで調整できますよっていうのを教えます。まずはですね、このここですね、乳突起の部分に、まあ、さっき触った部分ですね、ここ触れます。まあ、こういう感じで触れる感じですね。左右同じように触れます。顔はまあ、まっすぐな状態ですね。で、今こう触れた状態で、だいたい10秒ぐらいかな、10秒からまあ20秒とかぐらいですかね、触れて、ただ触れてるだけです。押しちゃダメですね、押さない方がいいです。で、触れてですね、左右の差っていうのが、まあ、ゼロになるとかじゃなくてね、減ってくるとかっていうのを確認します。で、まあ、今ちょっと減ってきてるんですね。で、離します。で、まあ、こめかみは左右差どっちかっていうと少なめでしたけど、ちょっとここもね、差があったんで、ここに触れます。まあ、ここの部分ですよね、長径骨、ここの部分にこう触れてるって感じですね。ここもまあ普通に触れるだけですね。で、まあ、10秒とか、まあ、20秒ぐらいですかね。ここも差が、減ってくれば、まあいいかなという感じです。まあ、今減ってきてます。そしたら、今度は側頭骨。ここも触れるだけですね。押したりとか何かしない方がいいですね。ここも同じですね。10秒から20秒。長くて30秒ぐらい。ですね。
今差がなくなってきているので、まあ、減ってきているですね、ゼロになっているわけじゃないですけど差が減ってきているので、まあ、このくらいで、初めね脈が左右差があったところをもう一回確認します。で今ね、あの先ほど初めに触った時は右左の差があって、左側のが特にね脈が強すぎる、あの左と右の差がすごくあったんですけど、今はそんなにね両方とも差がなくなってきてて、なんだろう、脈が早かった感じが落ち着いてきてるような、そういう感じになってきてますので、これで調整がしっかりできている状態で、まあ、もしねやってみて、まあ、触ってるだけなんでね、あの感じれるか感じれないかだけなんですけど、あの、まあ、難しい、やり操作は難しくないです、触ってるだけです。でもしね、あの初めよく分かんないとかって言っても、別に何か害があるわけではないので、あの気軽にね、あの確かに練習しながらやってみるといいと思います。まあ、このようにですね、やってみて変化が出てればね、まあ、OK ですのでね。でやり方自体は簡単なので、まあ、初めその左右差とかがね分からないとか、あの右と左の、ね、強さとか、あの脈の 強さとか拍動とか、そういうのがちょっと分かりづらい方もいるかもしれないんですけど、まあ、あのやってみて害になるものが、あの押したりとか何かしなければ悪くなるとかはないですからね。なので、まあ、ちょっとね練習がてら、まあ、普段の治療の中にちょっとプラスしてあげてね、ちょっとこういう時期で気圧とかでね、あの自律神経乱れて自律神経系の症状とかが、ね、出てるっていう、まあ、患者さんがいたら取り入れてみてやってみてもらったらいいんじゃないかと思います。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。